今日は FBA 在庫を破棄する方法ですね。最近、FBA 在庫を、破棄するか、あるいは返送しないと3月31日来たら、破棄しますよという通知が届いている方もいらっしゃるかと思います。それに対応した破棄の方法ですね。まず、セラーセントラルのインベントリー画面で、マネージインベントリーをクリックします。次に、商品の中からですね、破棄したい、あるいは返送したい商品の、左側にこうチェックを入れてください。一度に何個も選んでどんどん追加していくことも可能です。で、この商品をですね、そのまま捨てちゃっていい場合には、次に出てきた画面で、チェックをですね、ディスプローズの方に、チェックをして、捨てる数を入れてですね、コンティニューをしてください。次の画面で、Please Order をクリックして、で、Success と、表示されれば破棄完了です。で、破棄しない場合ですね、次の画面で返送する住所を入れて、やはり同じように数を入れて、Place Order をクリックするという手順です。まあ、この手順自体は簡単なんでですね、やってみてください。で、もし、これでいいのかなとか、わかんない画面があったらですね、また画面キャプチャーを取ってご質問していただければと思います。